どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。霊夢が今やってるのはオーディンがいるステージかな。そうよ、オーディンもライディーンも取ったし、あとは隅々まで探索してるところよ。お、そんな話をしてたら早速宝箱、ラッキー。こいつは倒せば怪伝の証が手に入るな。よっしゃー、怪伝の証いただき。ただしまあまあ強いから気をつけろよ。大丈夫大丈夫。ぐべほら、言わんこっちゃない。これは一度逃げて立て直しよう。あ、それはやめた方が。スタコラサッサー。ああ、やってしまった。よし、これで一度回復して万全の状態になってから。で、あれ、宝箱が、調べられない。この敵は一度逃げてしまうと、もう戦うことはできないんだ。ということは、怪伝の証は、もう手に入らないな。ええー。今回はちょっと面倒くさいが、またセーブポイントからやり直せばなんとかなる。めちゃくちゃ面倒くさい。ただしファイナルファンタジー6においては、もっと取り返しのつかない要素が山ほどたくさんあるんだ。ぜひ教えてください。もうやり直したくないです。オッケーだ。じゃあ今回は取り返しのつかない要素について、早速スタートなんだぜ。というわけでまずは宝箱つながりで、宝箱の進化についてだ。宝箱の進化ってどういうこと？霊夢はダンジョンなんかを探索する際に、宝箱は隅々まで調べて回収する派か。そうね、取り逃しとかがあって損したくないから、結構隅々まで調べて全部取るようにしてるわ。だがその習慣が、逆に損を生むことになってしまっている。なんでよ。実は一部の宝箱は、崩壊前に取らずに放置しておいて、崩壊後に取ることによって、中身がパワーアップしているんだ。何それ、クロノトリガーじゃない？FF6 にもそんな要素があるなんて初めて知ったわ。しかもその数はかなり多いから、すべてを管理するのは結構大変なんだ。じゃあ重要なアイテムだけ教えてもらえるかしら。オッケーだ。進化する宝箱の中でも最も価値が高いと思われるのが、ここのモブがいたマップでの宝箱だ。これは進化前はどんなアイテムが入ってるの？最初はルーンブレードが入っているな。ルーンブレードはお店でも買えた気がするしめちゃくちゃ貴重ってわけではないわね。それが進化するとどんな強い武器に熟成されるのかしら。というわけで進化後はリボンになる。何がどう熟成されてそうなるのよ。でもリボンはめちゃくちゃ欲しい。とりあえずここのリボンは取っておくことをおすすめするぜ。モブを仲間にするときに来るから取りやすいし、これは要チェックね。さっき霊夢がオーディンのマップにいたから、ついでにオーディンとライディーンについても話しておこう。これが取り返しのつかない要素ってどういうこと？霊夢もわかっていると思うが、一度オーディンをライディーンにしてしまったら、もう元に戻すことはできないよな。確かにそうだけど、ライディーンの方が強くなるから別にいいんじゃないの？召喚時の能力で言えば、斬鉄剣から新斬鉄剣になることで、相手を一撃で倒す成功率は上がる。そうよね。しかし今回注目してほしいのは、魔石ボーナスの部分なんだ。レベルアップの時に魔石を装備してると力とか魔力が上がったりするやつね。そうだな。進化後のライディーンのボーナスは力プラス2なんだが、これは他の魔石でも代用が効く。ふむふむ。だが進化前のオーディンのボーナスは、全魔石中唯一の素早さボーナスがついているんだ。へえ、それは気にしてなかったわ。そして以前の動画でも話したように、FF6 においてはレベルが上がっても、素早さなどのステータスは一切上がらない。魔石のボーナスで上げるしかないって話だったわね。そして唯一素早さボーナスを持っているオーディンをライディーンに変えてしまったら、もう素早さを上げる手段がなくなってしまうんだ。そんなに重要な役割の魔石だったなんて。でも素早さってそこまで重要なの？ FF6 のステータスにおいては、当然優先されるのは素早さよりも力や魔力だ。そうよね。ただしゲームの性質上、力も魔力もある程度上げたところで9999ダメージを出せるようになるから、一定レベル以上いくと力と魔力を上げる必要がなくなってくる。そうすると残るは体力か素早さと。ちなみに体力の方を上げるとどんな効果があるの？リジェネの回復量が増える。それだけ。正確にはもうちょい色々あるが、どれもかなり些細なものだな。防御力が上がるとか HP が増えやすくなるとかそういうものだと思ってたんだけど、残念ながらそういうステータスではないな。知らなかった。じゃあ最終的に上げるステータスは素早さ一択じゃない？するとオーディンが必須になってくるというわけだ。やり直そうと思ったら、オーディンを取る前のデータまで戻る根拠と、その時のセーブデータがあれば、運が良ければなんとかなるかもだけど、普通なら無理ね。今度はキャラ育成の話つながりで、レベル調整に関する要素について話しておこう。
レベルに関する取り返しのつかない要素っていうと、さっき話してたみたいに魔石ボーナスでしか力とか魔力がアップしないから、それをつけずにレベル上げちゃったらもう戻せませんよ的なことかしら。ああ、それももちろんあるな。しかしもう一つ気をつけなければならないことがある。何かしら？それが加入時のレベル調整だ。加入時のレベル調整？ああ、FF6 では頻繁に仲間が離脱したり加入したりを繰り返すんだが、その加入する時の仲間のレベルというのは、すでに仲間にしているキャラのレベルによって、自動的に調整されているんだ。崩壊後に一度セリス一人になるわよね。そうだな。その一人旅が不安だから、めちゃくちゃレベル上げてから他の仲間を加入させた場合は、他の仲間も高いレベルで加入することになる。そして当然魔石ボーナスが一切ついていない状態でレベルだけ上がってしまうから、かなり弱い状態のキャラになってしまうんだ。今まで丁寧に魔石ボーナスを考えながらレベル上げしてたのか、全部水の泡じゃない？そうなんだよな。純粋にクリアするだけであれば気にしなくてもいいかもしれないが、やっぱり多くの人はキャラをある程度強く育てたいもの。私の場合は特にそうね。しかし加入前に他のキャラを育ててしまっていた場合は、必然的に、後から加入するメンバーをある程度以上強くすることができなくなってしまうというわけだ。それはショックでかいわ。FF6 はレベル上げに関する罠がちょっと多すぎるわね。もしかしたらその分難易度がちょっと低めに設定されているのかもしれないな。FF6 の取り返しのつかない要素で、最も有名なのは、このシャドウ加入に関するものかもしれないな。これは私も知ってるわ。まあ、大陸を脱出するときのやりとりのことね。子供の頃は全くわからずにそのまま進めて、それで崩壊後はシャドウは仲間にならないのかって思って普通にそのままクリアしちゃったわ。初見で攻略なしだと、まず間違いなく多くの人が見落としてしまうよな。シャドウを仲間にするには、まあ、大陸の脱出の時に、あえて時間切れギリギリまで待ち続けなきゃいけないなんて普通はわからないわよね。普通は時間制限があるイベントなら、焦って真っ先に脱出したくなるからな。宝箱がたくさんあるわけじゃないから、特に探索でいろいろ回りたいわけでもないし。ああ、宝箱といえば霊夢が取り逃してたのが一つあったよな。ああ、床が崩れちゃって取れなかったやつね。あれは取れないようになってるものじゃないの？あれは最短ルートで取りに行こうとすると、床が崩れてしまって取れないんだが、遠回りして右側から取りに行けば普通に取れるぜ。ってことはある意味このアイテムも取り返しのつかない要素なわけね。ちなみに中身は何が入ってるの？ここの中身はエリクサーだな。エリクサーか？それならまだ許せる。まあ他でも手に入るからな。続いては各キャラの固有コマンドのコンプリートについてだ。固有コマンドっていうのは、マッシュの必殺技とかエドガーの機械とかってことよね。そうだな。一応以前の動画でも取り上げたから、今回はまとめて簡単に紹介するぜ。よろしくお願いします。まずはモブの踊りだが、水のハーモニーは崩壊前の水マップでしか覚えることができないため、水のハーモニーを覚えずに崩壊後の世界に行ってしまった場合はコンプリート落下となる。ほとんどの人が覚えられずに終わる技ね。そしてストラゴスの覚えた技だが、ゴースフィールドという技は、魔人のみが使ってくるため、魔人戦で覚えさせなければこれもコンプリート落下となる。これも普通にプレイしてたら逃しちゃうことが多いわね。そしてガウの暴れるに関しては、対象となる全敵モンスターと出会う必要があるが、期間限定やイベント限定のモンスターなども多く、それらを1体でも逃してしまうと、暴れるのコンプリートは無理になってしまう。普通にプレイしてるだけじゃなかなか出会えないようなレアなモンスターもいるし、運が悪いと普通のモンスターですらスルーしちゃう場合もあるから、そういう意味ではガウの暴れるは難易度的にも取り返しがつか難易度的にもかなり鬼畜ね。そうだな。これらをすべてコンプリートしようと思ったらかなりの覚悟が必要になるだろうな。これに関してはそこまで気にしなくてもいいかもしれないが、場合によっては大変なことになるので一応紹介だ。まず霊夢は歩数とプレイ時間が FF6 においてどんな影響を与えるか知っているか。ちょっとわからないわね。その代表が歩数ダメージという技なんだが、これはストラゴスが使える技で、歩数が多いと与えるダメージも増えて、逆にプレイ時間が長いと消費 MP が増えてしまう。つまり下手にゲームを放置してそのままにしておくと、歩数ダメージの消費 MP だけがどんどん増えていってしまうということだな。ゲーム中にお母さんに呼ばれたら大ピンチ。逆にいっぱい歩いて歩数を稼いだら得ということね。しかしこの技は敵のトンベリも使ってきて、敵が使ってくる時も同じダメージ計算なんだ。厄介な話だな。普通に戦う分には気にしなくていいだろうが、コロシアムで戦う際にはトンベリがめちゃくちゃな脅威になってしまいかねない。
うわぁ、それは嫌ね。だが普通にプレイしてる分にはそこまで極端なことにはならないだろうから。これはおまけでの紹介みたいなものだな。なるほどね。さて今回の取り返しのつかない要素について、霊夢どうだった？宝箱の進化は全然知らなかったし、レベルの調整とかも知らなかったから、知る前と知った後ではプレイスタイルがだいぶ変わりそうだって思ったわね。そうだよな。とことんキャラを強く育てたい場合は、結局最終局面まであまりレベル上げはできないし、ライディーンを取ることもできないから、結構別物なプレイになるかもしれないな。でも FF6 って強いキャラや技が多いから、そのために終盤まで低レベルで頑張るっていうくらいが逆にちょうどいいかもしれないわね。ああ、きっとそういうプレイも楽しいと思うぞ。このチャンネルでは引き続きファイナルファンタジーやその他スーパーファミコン時代の名作について、解説ややり込みなんかをしていく予定だぜ。みんなの思い出もどしどしコメントにて募集しておやる。それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。